文学っていうのが人々に必要とされるものであるということをやっぱり小説を書くことで発信し続けていかないといけないなっていう、ちょっとそういう責任みたいなのも感じております。小川陽子さんは岡山市出身の60歳。26歳で作家デビューし、これまでに妊娠カレンダーで芥川賞を、映画化もされた博士の愛した数式で本屋大賞などを受賞。おととしには紫綬褒章も受賞しています。日本芸術院賞は優れた芸術活動を表彰するもので、今年度は9人が選ばれ、小川さんは精力的にユニークな小説世界を生み出し、それを発展させてきたことが評価されました。作家デビューから今年で35年を迎える小川さん。本当に書きたいことを大切にして、今後も小説に向き合いたいと話します。小学生の頃、その森下町から三君賞。たった一人私の小説を本当に深く理解して、心に留めてくれる読者がいれば、それで書いた意味はあるんだっていうぐらいな気持ちで、作家はひたすらいい小説を書くということを目指していきたいと思います。受賞式は今年6月下旬に東京の日本芸術院会館で行われます。